少資金で大きな結果が欲しい方は至急ご確認ください。またまた海外で大盛況中の最新イーロン銘柄です。このコインで勝てない余分なミームコインは淘汰されます。この銘柄について公式の正しい情報を受け取りたいといった方は、まずはこの動画の概要欄にある僕の LINE にキーワード犬機械と送ってきてください。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人クリプトオクタロこと市宮翔太です。ちょっと最近秋らしくない暖かい気候が続いてたり、まあ花粉の影響で鼻声なんですが、あなたは大丈夫でしょうか。もし花粉症毎年ひどいとかそういった方がいて、おすすめの予防法や薬あったら教えてください。普通に困ってます。はい、ということで本日の動画では急ぎ確認してほしい、現在先行販売中の最新イーロン銘柄を共有していきます。それでは早速本編入っていきますが、まずは何があったのかと言いますと、こちらの記事ご覧ください。投資家にとっての審判の日、ミームネーターが今買うのに最適な仮想通貨として浮上とあって、内容を読んでいくと、ミームネーター MMTR は計り知れない可能性を秘めたミームコインプロジェクトの恒例であり、次の時期に爆発する可能性があります。強気市場、現時点では予想される定価を大幅に下回るお試し価格で入手可能だとのことで、ホームページでプロジェクトの目的の部分などを確認していくと、圧倒な力を持つ究極のミームコインミームネイター、2077年のレッドミームの生みの親がうようよする殺伐としたディストピア世界から戻ってきたミームネイターは、裁きを下し、レッドミームをこの世界から一掃する。まあ、ちょっと思想が強めで、中身はどうなんだいってところなんですが、今後プロジェクトが進むにつれて、フロキのようにゲームに使われるようになったり、シバのように AI を導入していくビジョンがあるようです。 X に関しては何をやらかしたのか分からないんですが、アカウント凍結中ですね。でホームページ見ていくと、ホワイトペーパーがまあしっかり準備されていたりだとか、まあ、トケノミクスもはっきり記載されていますので、最低限の信頼感は持てそうです。すでに海外で話題になっていて、このホームページの一番上にも記載されているんですが、販売開始から1ヶ月経たずで、110万ドル、日本円で1億7000万の資金調達に成功しているようで、まあ、かなりいいスタートダッシュではないでしょうか。イーロン・マスクを意識した犬系のミームで、まあ、そこに AI を入れているという変わったものなんですが、現在先行販売中で海外メディアの露出ももっともっと増えてきて、実際上場の際にはかなりの価格をつけると思ってます。現在ステージ5で価格もステージが進むごとに上がっていく仕組みですが、最低投資額などは設けられていないようですので、1000円だとか2000円だとか、そういった少額で投資してみるのもかなり面白いかなと思います。はい、そんな感じで公式サイトなどこれらに関して僕の LINE で限定で共有していきます。正しい情報って爆影響を得たいとか、そして少資金で送り人を目指したい、こういった方は必ず僕の YouTube のチャンネル登録と、この動画に高評価のグッドボタン、この動画の概要欄にあります僕の LINE にキーワード犬機械と送ってきてください。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日はまたまた最新イーロン銘柄ミームネイターについて解説してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。